はい、手のひらゆがともみの木ひかるです。はーい、皆さんどうもごきげんよう。はい、はい、ちょっと手のひらさん、何よ何よ、今日はなんと、はい、あの私たちのもう噛んでるよ。私たちのチャンネル初となります、はい、ゲストの方がいらっしゃってくださってます。ね、そこにいらっしゃるんですよ、ね、ちょっとどうするの、緊張してさっきから変な汗めっちゃ出てるんだけど、どうしよう。出るよね、いや本当にね、はい、もういいか、早速お呼びするか。そうです ね私たちの喋りなんかよりもね、そうね、うん、呼ぼう。それでは、はい、本日のゲストの方お呼びしたいと思います。はい、元宝塚歌劇団雪組の男役、風早優さんです。雪組の男役、風早優さんでございます。どうも、今日こそお入れくださいました。ありがとうございます。お呼びいただきましてありがとうございます。とんでもございません。このようなただのファンのチャンネルに、いやいやいや、おじいさんがそうですよ、ゲストで来てくださる、こんな奇跡。いや、私も80年代大ファンでしたので、はい、本当にそれを伺ったので、はい、今回ちょっとお呼びさせていただいたというのもあるんですけれども、はい、私です、はい、宝塚歌劇検定1級保持者は、もう素晴らしい、1級ですよ。1級しかもおじいさんで1級ですよ。あんまり私が聞いたところではもう一方いらっしゃるみたいですけど、はいはい、はい、うちの同期にもアホやって言われて、はい、はい、そんな、うん、今日はみやたんさんとお呼びさせていただきます。もちろんです、もう3なしでいいんですけど、ね、いやだめです、それはダメです。みやたんさんと、はい、はい、いろんなことをね、はい、お伺いしたいんですけれども、よろしくお願いします。そもそも私たちがみやたんさんと、うん、お呼びさせていただくきっかけになったのが、そうです、今年のね、うん、8月でちょっとお店の方は閉められちゃったんですけど、はい、ちょっと南口でさくらというご飯屋さんを、うん、はい、されてまして、はい、そこにねお邪魔2人でさせていただきまして、私は1ヶ月で 4回ほど通わせていただきました。ありがとう、毎度ありがとうございました。そこでね、オタクだっていうことをお伺いし、うん、まさしく90年代を見てた私たちからしたらもうドンピシャすぎる雲の上の方に恐れ多いんですけど、はい、全然雲の上にいないよ。いや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 、いらっしゃいます。どっちかというと地下雲の方に、いやいやいや、何をおっしゃいますやん。でね、うん、こういうことを YouTube やってるので、うん、もしよかったら出てくださいませんかってお伺いしたところ、もういいよと、全然もうそんな私でよければ、いくらでもかかりますよ。こんな心よく引き受けてくださるなんて、もうね、もう神の召し召しご加護なんやろ。大げさ、大げさ。いやいや、それぐらいね、私たちからしたら本当、舞台で見てた方なので、ありがとうございます。何かお伺いする、はい、じゃあ、宮田さんのプロフィール的なことをお伺いしたいんですけど、そうですよね。何期生になられる、はい、1990年、はい、初舞台、76期生です。76期生、はい、ということは、初舞台が、はい、花組のベルサイユのバラ、フェルゼン編です。踊るフェルゼン編です。そうです、最高、すごい、あれで初舞台を踏んでさ、ね、はい、ということは同期生が、うん、はい、あれですね、そうです、娘役さんがいっぱいいましてですね、すごい方がいらっしゃいますよね、純奈梨沙さん、風花舞さん、星名ゆりさん、月影ひとみさん、うわ、そしてこっそり綾木奈緒さんという、トップスターさん、トップスターさんがこっそり、こっそりまた怒られる。
やきさんファンに怒られた。やめカットしませんからね。はい、うちの代表男役トップスターですからね。素晴らしいです。すごい、ね、すごい方いっぱいいらっしゃる中で。雪組に所属になりまして、はい、ずっと雪組さんにいらっしゃったんですね、はい、うん、私たちの時は初舞台の後組回りというのがありまして、うん、はい、まず初舞台花組踏みました。あと、うん、月組の川切の橋とル・ポワゾンを出させていただきました。出てたんですね。出てました。だいぶ自慢ですね、私ね。いや、すごいですよ。雪組のことじゃないのでだいぶ自慢で、その後東京では、うん、あの雪組の、うん、題名忘れた。怒られる雪組のに出られてるんですね、はい、出て、はい、その後また雪組に所属と、はい、なるほど。じゃあやっぱりずっと雪組歴が長いというか、うん、そうですね、もう雪組のっていう感じですよね。はい、え、宝塚には何年在だ。14年間あになりました。14年転従になったぐらいで辞めました、はい。対談公演は対談というかね、あのちゃんと公式に大階段降りてないんですけど、私はそうなんですね。一応、うん、一番最後の公演が、うん、浅見ひかるちゃんのお披露目公演で、うん、春麗の淡木ひかるとジョイフル、あ、ジョイフル、うん、うん、あ、14年間、はい、財団、はい、ということで、ね、でも皆さん、みやたんさんといえばですよ、うん、もう皆さん絶対に、うん、あのお芝居のあのお芝居のできるちょっとコミカルな、そうですよ、刀根という印象が、いや、できるかどうか分かりませんけど、はい、美味しい役がたくさん来ましたね、本当に、本当に、ええ、美味しい役、すごい、すごいですよね。やっぱりなんかあの、うん、ね、ただでは終わらないというか、そうですよ、必ず爪痕を残すような役をされてるなっていう印象が、いや、でももうね、役がついちゃってるから、うん、私が爪痕残そうとしたんですよ本当に。それは演出家の先生の人もそうです、そうです、そうですよ、うん、宮田さんはやっぱりこういうの、私も常に真面目にこう真面目に取り組んでいただけるんです。役としてこう爪痕が残っちゃう、うん、役ああ、もうだから、あがこうが残るようにできてるんですね。残りますよね。いやー、っていう、うんうん、ね、なんかあの、いろいろと思い浮かぶ役とかはあるんですけれども、うん、好きな役とか、みやたんさんの中で、うん、印象に残る役とか、お好きな役とかっていうのは、まあ、あの好きな役は、うん、あの、アナジの、アナジ、バーホールでやったアナジ。アナジ。からセブリという、はい、皆さんアナジ好きですよね絶対90年代ファンは絶対バーホールアナジっていうんですね。私見に行きました。ありがとうございます。見に行きました。生で見に行きました。貴重、はい、轟優さん主演のバーホールですよね、はい、うん、すごい。あれ私 2,3 日前に見たんですけど見ちゃいましたか。見ちゃいました。あの女好きの、はい、そうですね、船乗りっていうお役どころ、はい、まあもう、え、男役というか、あの船乗りはみんな女好きですから、うん、そうなんですか。そういう設定なんですね、はいはい、まあ、たまたま私がそういうセリフを喋るっていうだけで、まあ、みんな好きなんです。そうですよ、船乗りはみんな好きですよ。なんかあの群を抜いてあの遊郭にわーっていたのが掘り下げるねすいません、ちょっとすごい楽しくてなんかあの、うん、なんか同じ役ですな、ね、みたいなことを言われてたのがすごい面白くてっていう、いやでもね、うん、すごい最後は最後そうですね、あれは嬉しかったですね。かっこよく死ぬ役、うんうん、はい、あの宝塚乙女にもやりたい役で、はいはいはい、あのかっこよく死ぬ役って書いてたんですよ。その前に、うん、死ぬ役は何回もやりましたよ。あ、はい、そうなんですね。ちょいちょい殺されてたんですよっていうかっこよく死にたいじゃないですか。かっこよくね、こうなるべくこう、はい、まあ、そこまであの贅沢は言いませんけど、まあ、例えばこうトップさんの胸の中だとかそういうのね、ありますでしょ。あります、ね、あります。せめてなんかこう一言言って死にたいじゃないですか、うん、そしたらなんと、はい、なんと来ましたよ。なんとなんと日本はよかとこばいてか、これね。あああの、ちょっと調子に乗りすぎですね。いや、全然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 、乗ってください。
怒られる。乗ってください。宝塚ファンの方に怒られます。いや、怒られません、怒られません。でも皆さんは今大喜びで拍手されてると思います。そうそう、思いますよ。いや、でもね、私見ながら思ったのが、うん、やっぱりちょっと、やっぱちょっとおちゃらけっていうか、なんか、こうコメディセンスのあるお役どころだったので、その話の中でも、そういう方が真面目に死なれると、すっごい衝撃が強かった。ああ、そうだね。ギャップで。そうだね。しかもなんか、くるん、くるんって回って、パッ、くるんって回る感じが、すごいかっこよかったです。もう、おかげさまで、でも本当に、大体こう、感激された、まあ、現役の生徒さんとかが終わってすぐ楽屋の方に上がってこられて、まあ、皆さんこうダメ出しだとか良かったよとかあそこがどうだったとかっておっしゃってくださるんですけど、まあ、あの時は皆さんもバスタオルいるや言っといてよみたいなことが多くてすごい嬉しかったですね。まあ、私だけの功績じゃないんですけど、全員ほぼ全員死んでますからね。そうですよね、皆殺しですよね。谷先生よね、谷先生ですね、さすが皆殺しの谷先生って私たち勝手に言ってるんですけど、本当すいません。谷先生すいません。ねえ、はい。そんな、じゃあ同じが一番やっぱり。そうです。印象深いというか、まあ、好きでしたね。福岡出身で、博多弁で喋れるのがすごく馴染みがあって。そうですよね。はい、やっぱ方言で喋れるっていうのも。そうですね。あと他になんか結構アドリブとかされてるっていうイメージもすごくあるんですけど。そんなこともないんですけどね。本当ですか？あれ、台本とかに書かれてるまんまが多いんですか？なんか千秋楽とか結構。千秋楽はまあいろいろやりましたけど、あれはアドリブっていうよりかは、どっちかってもう、前々から計画を練って練って練って発表するだけなので、私の中でアドリブじゃないんですよ。あ、はい、その突発的なやりますっていう感じではないんですね。じゃないです、じゃないです。練って練って練って、そうなんです。だからもうアドリブっていうと、こういつもと違うセリフを言ってきたから、はい、じゃあこう言おうっていうのがアドリブだから、その場で考えて、はい、そういうのはね、まだ私もまだまだ未熟でしたのですぐ返せないからなるべく いろんな引き出しをすごく作っといて、こう誰かが失敗した時はこうしようとか、自分がセリフを忘れた時はこうしようとかそういうのをね、いっぱい計画しとくんですよ、引き出しを。私は他のちゃんとした方はね、その場ですぐアランケンさんなんかはね、その場ですぐちゃんといろいろできるんでしょうけど。すごい。じゃあそれはやっぱり千秋楽に向けてネタ作りじゃないですけど。いや、そうです、そうです。私はそうやってまあいろいろやってる時は、まあ、今日はこれしようって、でなるべく毎日違うことをしたいので、また次違うのを考えて、めちゃくちゃいいのは千秋楽に取っとくんです、なるほど。で千秋楽に取っといくんですけど、もう一ついいアイデアが浮かんだら、あ、じゃあ選手はこっちのにして、こう選手の今までの一番は今日やっちゃう。そういう感じです。すごい。あれは皆さん計画的にされる話ですよ。アドリブじゃございません。すごい。私たちまんまとアドリブっていうね、感覚でもうギラギラ笑わせてもらってたっていう。そうそうそう。なんかすごい失敗談とか、失敗されたこととかってありますか？いや、ありますよ、めちゃくちゃ。言える範囲でもし何か、そうですね、あれば、ぜひ。私の中で一番大きい失敗は、名古屋公演で、日本物だったんですけど、盗賊の親方役だったんですね。で、その、あれは、春オフじゃなく、春オフじゃないな、朝地ヶ宿だった。朝地ヶ宿で、はい、で、まあ、大劇場、東京では上級生とか、あと、大劇場は楓咲っていう、その時やってたのかな、あ、はい、はい、こう、固めで。はい、で、こう、轟さんと光寿辰樹さんが、峠を越えるのに、盗賊がいるわけですよ。はい、はい、はい。で、そこに、親方がセンターにドンって座って、こう、刀の大刀と小刀ってあるんですけど、小刀はここに入れましてですね、で、大刀はここに持って、こういう感じで構えてるんです。こういう感じで。そうすると、こう、カーテンがシャーっと開いていくんですけど、はい、その時に、どうやらお友達の小刀を持ってきちゃった。こう、小刀を入れてるわけ
けですよね、ここに。なんですけど、こうつこうかなと思ったら、あれと思って。でももう結構瞬間だったんで、こうなった瞬間にシャーって開いてきちゃったんで、でまあちょっとこういう感じで消灯らしからぬ感じで持ってですね、こう頭の中ではもうお芝居始まってるんですけど、この後どうしようどうしよう、この後浩二さん切んなきゃいけないから、で宝塚って消灯こうやって落ちると危ないんで、だいたい止めてあるんですよ、だから消灯開かないんです、ことが多いんです、はい、まあ、どうしてもの時はもちろん開けられるんですけど、立ち回りが多いから、はい、その場面は、うん、開けないんですよ、はい、だからどうしようか開かないかと思ってどうしようかな、浩二さん切んなきゃいけないけどどうしようかなってずっと考えてて、うん、で私らは下級生の頃から立ち回りが多かったんです、はい、そうですよね、例えば上級生とかスターさんの、はい、たちが折れたら、はい、下級生が気づいてこう渡すとか、はいはい、そういうことはちゃんと頭にあったんですけど、はい、もう下級生誰も気づいてどんどんやられて引っ込んでいっちゃったりとかするわけですよ、誰か引っ込んできそうな人でもいるのと思ったんだけど、ダメだと思って、で仕方ないで消灯のまま、はい、普通だとこう、うん、大刀長いやつでシャーって切るんですけど、はい、もうその時だけ頭の中がバーンってまさかのドンピシを殴る、浩二さんを殴る振り切らずにね、浩二さんはそれを察してくださったんですか、でまあまあ私が切ったらまあ死ぬことになってるんで、うんうんうん、倒れてしまったんですけどはい、もうその後ですよ、もうまあ反省っていうものがありましたですね、上級生にこう、ね、お詫びに行かなきゃいけないわけです、はい、でもきっとめちゃくちゃ怒られると思って、はい、普段ね、浩二さんとも仲良くさせてもらってるんですけど、はい、これ仕事場なん で、はい、で、すいませんでしたって言いに行ったら、うん、どうしたのかなって思ったのって言ったら、かわいい声で言っていただいてあ、よかった、そんなに怒られてないすみません、大刀と小刀を間違えましてって言って、まあ一応収まりました。すごい、でもやっぱそこで、ね、頭が回ってちゃんとその場をね、うん、なり成立させるっていうのはやっぱり舞台の方ってさすがですよね。そうですよね。それはもういろいろ大変です。ね、だから言うほど大きいのはないんじゃないかなと思うんですよね。私階段落ちたとかもないですし、やっぱあれ怖いんですよね。あの上で踊るとかってやっぱり、慣れれば全然大丈夫ですけど、ヒヤリとすることは確かにありますね。ですね、はい、結構な高さですもんね。そうですよ。しかも幅がね24センチなんですよね。23.5 だったかな、あれ宝塚歌劇検定1級だいたいその音楽の靴がちょっと出るぐらい、うん、で音楽はないんですもう、うん、もう万が一は下見えるんで、うん、女役さんですよ、女役さんほぼ見えてないんで、スカートで、スカートでね、はい、怖いですね、輪っかなんてもう最悪やと思う、だから多分輪っかの時にベルバラなんか割と一段ずつゆっくり降りてるじゃないですか、あもともとそれだったんじゃないかと思うんですけど、なるほど、怪我防止というか、すみません今勝手なこと言いましたいやでもねやっぱりあれでトドドドなんて、うん、そうですよね、しかも重さも結構うそうね、あるでしょ、昔に比べたら随分軽くはなったみたいですけどね、中のものも、はい、宮田さんってそういう輪っかのドレス的なものって着たことあるんですか、ないんですよ実は、さすがにないですね、はいはい、娘役的なことをしたことは あります、あります。一郎さんのお披露目公演の天国と地獄っていうのがあったんですけど、はいはい、それの新人公演で、はい、貴婦人の役というか、へさせてもらいました。もうね、もう無理。無理なんでしょう、たまたま上級生、新人公演させていただいた上級生、うん、すごくいい方で、はいはい、男役さんだから、はい、ネックレスだとかイヤリングだとか、はい、そういう装飾物持っていないだろうと、はい、だから私のを貸すから宮子はそのまま、いろいろ自分で準備しなくていいよって、うん、これってすごく優しいお話なんですね、はい、なんですけどお借りしたらなくせないわけですよ、うん、あ壊せないし、うんうん、だから逆にすごい、うん、もうここも
音楽さんってよく、うん、あの、うん、カーテンとか、はい、カーテンじゃないな、カーペットとかつけるようなすっごいごっつい両面テープをここにはめて、うん、はい、あの落ちない防止をしはるんですけど、もうそれめちゃくちゃくっつけてる落としてはいけない、壊さないようにね、なのに舞台稽古で落としたんです、もうね、芝居してるんだけど、あ、ちょうど誰、何々を探せみたいな場面やったんですけど、あ、すごいな、私、私すっごい下ばっかり見て、人を探さなきゃいけないのに、イヤリングばっかり探したんですよ。舞台稽古だったから良かったんですけどね。うわ、すごいね。借りるのも神経使う。いや、もうそれはもう新人公演の定めなので。やっぱすごいね。もう上級生も、お衣装部さんからお借りしてるものでもあるし、お衣装部が。で、それをまた、お借りするんで、うん、すごい最大限の注意を払うのはまあ当然かと。うわ、いやだ、そういうもう繊細なお心遣い、いろんなことがあって、どうしよう、なんかね、そんじょそこらの私のちょっと上級生がこれを見てね、みやこが何言ってるそう、あの、もし見てらっしゃる上級生の方、今のコメントをガンガンあのくださると嬉しいです、みやたさんの、あ、面白い、なんか面白い、やっぱ黒塩ビとかっていうのはやっぱ男役さんとしてやっぱ特別ってよく言うおっしゃるじゃないですか、はい、うんうん、やっぱりそういう、いや、私はもう大ファンでしたから、もともと黒塩ビだけはもうあのすごく、なんでしょう、こう簡単に着ちゃいけないっていうか、あの着るのはすごく緊張して着てました、うん、はい、やっぱり他のね、紫とか、うんうん、白もまあもちろん汚れないようにとか線がつかないようにっていう気遣いもあるんですけど、うん、それ以前にやっぱり黒塩ビを着るときは凛としていなきゃいけない、私はそれはありましたね、もう心持ちっていうことですよね、そうですね、素晴らしい、すごい感動する、感動やね、やっぱり自分がね見てるときもやっぱり黒塩ビって特別だったので、はい、それを怪我してはならぬっていう気持ちはやっぱりありますよね、はい、じゃあ黒塩ビを着て踊る上で何か一番気をつけてらっしゃることって言ったら、やっぱその気持ち以外でって何かありますか？あ、まあ、私がダンスのことを語る中でなんですけども、いや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 、あの私の個人的なあの、うん、主観なんですけど、うん、動きすぎないっていうのがありましたね、はい、動きすぎない、はい、あの、うん、すごくすごくダンスを踊られる方でもあまりバンバン動きすぎると、うんうん、こう言えば塩ビの型が崩れてしまうので、うん、もちろん例えば塩ビをねこう、うん、でわざと崩して踊る場面とかあるじゃないですか、うん、それとは違ってきっちりしてる時は、うん、あの下手に動きすぎないようにっていう風には、まあ、もちろん芯ができてのわ後ですけどね、塩ビを乱さない、うん、ね、素晴らしいね、めっちゃかっこいいよねそうなんだ、なんかこんな堅苦しい話もっとじゃあ砕けていきましょうか、そっちの方でお願いしますよ、ね、何か手のひらさん聞いておきたい質問とか、宮田さんの何かとか、私あの宮田さんといえばね、はい、みんなもご存知だと思うんですけど運動会なんですよ何周年でした、あれ80周年の時はもういなかったんで、うん、80周年出させていただきまして、あの時にね、はい、リレーかな、あれリレーですかね、はい、あとなんか短距離走とリレーと2種類出させてもらったんですけど、うん、ですよね、私走り方がめっちゃかっこよくって宮田さんの見たもうあれずっと覚えてて、本当に私ビデオも持ってますから、ありがとうございます、昔から見てて足の速い走り方かっこいいでしょみたいな、わかる、でもあの当時のその80周年の時のリレーの選手って、うん、星組さんが結局優勝したんですけど、はい、星組のメンバーの方って国体選手とかもいらして、実は本当にすごい、私も国体なんか出てませんしなんかね多分ね、あの走り方の癖が強いんだと思いますよ多分それで皆さんの印象に残ってるんだと思うんですけど、多分その人たちよりは遅いです、本当ですか、でうちの組でも雪組でもみんな、タイム測って、うん、で上位の人がリレーとかその走る専門の方に、うんうん、
ね、うん、種目に選ばれたんですけど、うん、私ね組の中でも5、6番目ですよ。本当にあれでですか。そうなんです。あのもうアスリートみたいな、すごい、うん、速そうに見えたでしょ。すごいよく言われます。多分走り方の癖が強い、ね、皆さんぜひねちょっとねチェックしてくださいね。いいです、チェックして。いや見る価値ある。あるね。だって宝ジェルとは思えないような足ぶりだもん。本当に。やっぱりファンレターとかって嬉しいんですか。もちろんですよ、ね、本当に。そうですよ皆さん、ね、書いていいものか伝えたらなんか鬱陶しいかなとかちょっと思う部分とかもファンからしたらあるけど、自分もファンでしたでしょ。あ、そうです、そうなんです、ね、ファンクラブに入っておりましてですね、毎日3通書いてたっていう福岡なのに。福岡なのに。今だとね、そう、例えば関西に住んでて入りの時にお渡しして、うん、出待ちの時にお渡ししてとかって、うん、まあね、それでもう1通は送ってみたいな、まあ3通ぐらい出せますけど、それだってまあ昨日の出の時はこういう格好で素敵でしたとか書けるじゃないですか、うん、まあなんならもう舞台も見て今日の舞台もあの場面が素敵でしたとか書けるじゃないですか。私ほぼ日記ですから。もうね、本当ね申し訳なかったと思います、当時のその、あのご本人の方には。はい、だってもう朝これを食べました。通学中にあのスターさんと同じ車種を見つけて、うん、あ、何々だって思いましたとか、もうそんなんですよ。かわいい。今英語の授業です、一言もわかりません。そんなのがどっさり届くんですよ毎日。やでしょ。可愛いですよ。いやなんか生活を垣間見れて、なんかそうですよ、ね、ね、なんか頑張ってるんやなってきっと、うん、私も頑張ろうってきっと思います。いやまあ本当にね、ありがたいですね。いやー、お話をお伺いしてきましたが、はい、次回はですね、はい、なんと宮田さんの、はい、ファン時代、オタク時代をちょっとあの掘り下げて伺っていきたいと思いますので、めっちゃ面白いと思いますよ。本当にあのぜひお楽しみいただきたいと思います。はい、はい、それではまた次回お会いいたします。あ、いいですかこれ、はい、いいんかな。手のひら優香と、もみのき光と、はい、風原優と、あ、でした、優でした。